こんばんは。お金をかけずに誰もが楽しめる釣りを提案する釣りレシピです。お疲れ様です。さあ今日ねダイソー行ってきました。先日こういうね、素晴らしいね、新商品を発売してくれたダイソーですが、またここでね新商品攻撃を仕掛けてきました。驚きです。これもねすごいね、100円とは思えないですもんね。すごくありがたい商品です。でですね、今日はね2つ新商品を紹介します。で、一つは、これですね。てりーん。ライトゲーム用のジグヘッドラウンドというやつですね。今まで実は、デルタは、発売されて、新しい商品として、この新パッケージで発売されてたんですけれども、ラウンド型の方は、私の記憶ですと、ちょっと、リアルな目玉のついたようなやつしかなかったと思うんです。それがですね、今回、このラウンドということで、1.5g。私が見た中では 1.5g。4個入り。当たりが取りやすく、汎用性の高いラウンドタイプ、アジメバルカサゴ用ということで、新たに発売されておりました。ちなみに、ダイソーの、開けますね。こういうやつはですね、ちょっとこう、返しが弱いというですね、ご指摘が以前からあったんですが、新パッケージのデルタはそれが改良されていました。今回も、返しについてはしっかり変えておりますね。はい、返しが潰れているような様子はありません。ちゃんと変えておりますので、それなりの性能となっているのではないでしょうか。ワームキーパーがちゃんと、はい、すいません。ワームキーパーが、ちゃんとついております。ここの部分ですね。段々ではないんですけれども、ここに、突起がついてあって、それが、ワームキーパーとなっておるということです。はい。一回じゃあ何かのワームをですね、刺してみましょうかね。こういうの刺すもんじゃないんですけどね。一回やってみましょうか。セリアのね。何でもいいですけどね。いや。これ多分、味用のやつとかつけるのが普通やと思うんで、これはまあ、あくまでも、刺した感じ、こんな風になるよっていうだけなんですね。はい。あ、ごめんなさい。こんな感じですかね。ちょっとこの時、あれですね、でかすぎるというか、見えますか？入らへんすよね、これね。こうなったらね。こういう感じですね。ああ、大きな突起なんで入るとずれにくいですね。まあちなみにこれアジング用、まあ、カサゴとかはこれでも釣れるのかもだけど、あんまりこういう使い方はしないと思うんですが、刺すこういう感じになりますね。はい、いいんじゃないでしょうか。なかなか、ライトゲームする分には、使える商品かなというふうに思います。ちなみにワームは、セリアさんで発売されているシリープワーム 2.5 インチとなっております。さあ、というかですね、今日のビッグニュースはこれじゃないんですよ。まあ、これもまあね、良くなって良かったんですけど、問題はこれですよ。てれーん。こっち来ましたね。エアーポンプ。釣り用の、飲ませとかの餌とかね、エビ巻きのエビとかを生かすためのエアーポンプが発売されました。値段は税込み770円となっております。100円ではありませんね。まずスペック確認していきましょう。はい。スペックはですね、まず強モードは、単一乾電池1本で、強モードが28時間、弱モード40時間ですので、
それなりに持つ仕様となっております、はい、モーター寿命は約500時間、ということですね。ホースがついておりまして1メートルで、ホースストーンもついております。防水性能は IPX の4、ちょっとよくわかんないんですけど、防水があるということです。ちょっと開けますね。これでも強弱切り替えれるんですよね。でねー、そうなんですか。でしかもこれね、なんかついてますよ。あ、違う、これはダイソーのレシートです。あ、小さいっすわ。すごい。で、しかもね、ちゃんとここがね、ほら、ラバーでコーティングされてます。これちゃんと水でいかれへんようにね。すごないですか。で、これ電池はこういう感じ？あ、簡単やん。しかも見てください。水が入りにくいように、防水用のパッキンがちゃんと施されています。なるほど。で、僕ね、エビ巻きは最近やってないんですね。最近ルアーばっかりなんで、エビ巻きはね、あんまりしない、してないです、確かに。やけど、実は熱帯魚飼ってるんで、そういうのでもね、ちょっと魚移動させたりするときに使えるかもですね。で、こういう安いね、エアレーションでよくあるのが、なんでしょう。実際にストーンをつけると力が弱くて空気が出ないっていう謎現象が、時たまあると思うんですけれども、100均とかいかにも100均っていう、そういうなんか安いどうでもいい商品やとそういう風なことがあるんですが、これはどうなんでしょうね。ちゃんとエアストーンついてるのも偉いですよね。で、この長さの1メートルっていうのも結構絶妙ですよね。ちょっとスイッチ入れてみますね。めっちゃ静かです。めちゃめちゃ静かです。ちなみに、防線が1本の方が、弱モード。で、防線が2本の方が、強モードでございます。めちゃめちゃ静かですね。エア漏れしてる感じもしないです。すごい。で、ポイントはですね、クリップがついておりますので、このクリップで、バッカンとかにかけたりすることができるっていうね、そういう風な想定、こういう感じですねを想定しているようです。で、まあ、でもこれで実際調校行って、いやー空気出てへんやん、もうアジも死んでまうやんか、いやエビ巻き買ってあかんやんってなるのが怖いと思うので、今日ね、実際にエアが出てるかどうか、ちょっと実験を今からしてみたいと思います。はい、それではね、熱帯魚の水槽でちょっとチェックしてみます。小モードいきますね。あー、出てる、いい感じですね。いい具合に出てますね。はい。で、強モードいきますね。音も静かですね。強モードいきます。はい。いいじゃないですかね。これちょっと水槽とかを、一時的にエアレーションしたい時って多分あると思うんですよ。こういうアクアリウムとかやってると。その時用にもなんかいいなっていうような感じがしました。ただ、ちょっと一個だけ難点発見したのが、エアストーンがちょっと軽すぎるんで、できたら重いものの方が使いやすいような気がします。ちょっと軽すぎですね。沈んでいかないのだけが気になります。さあ、ということでですね、今日はダイソーエアポンプ、それと、ライトゲーム用のラウンド、軸ヘッドラウンドを、紹介させていただきました。さあね、僕ね、ダイソーさんにね、一つお願いがあるんです。もしダイソーの偉い人を見てたら考えてください。ダイソーからね、サビキの餌、ちっちゃな350とかのペットボトルに入った、
もので、いいんですけど、ペットボトル入りのサビキの餌をもし発売していただけたら、みんなめちゃめちゃ嬉しいと思います。言えますかね。どうでしょう、見てる皆さんも。もしこれでダイソーさんがサビキの餌出してくれたら、すごいと思います。さあ、それではまた今週あと1日、明日金曜日です。一緒に頑張りましょう。それでは釣りのレシピ、釣りレシピでした。さよなら。